こんにちは、ブルーホースです。ということでやっていきましょうか。桃鉄100年目に破産する社長、ブルーホースやっていきたいと思います。17年目に入りましたかね。今、噛んだかな、噛んだけど、運賃が改正になりました。今から全てのカード、ね、カードが運賃という名にされているというね。ということは、こうなったらもうナイスですねっていうカードをさ、もうとことんと買っていくしかないよね。まあでも17年目にも入ってくるとさ、おそらく資金等々が潤沢になっていっている。はーめちゃめちゃ近いところにおるやん。はい、四季がね、潤沢になっていっているというところかと思いますので、あ、省エネモードを言うてんのに絶好調になった。省エネの時の絶好調。予期費の持ち金を 10%1 割、サイコロが2個になる。あれ、これランダムなの？ 1 位のやつのさ、持ち金を 10% 奪っていくのかと思ってたけど、そういうことでもないのか。はい、ということで今回のはね、前回さ、まさかのさ、しょっぱなデストロイが出てきてさ、俺こんなことがあって腹立ったんだよみたいな話をとかをしてたんだけどさ、まあそんなことはさ、喋る間もなくさ、いきなりさ、はぁーっていう状態になっちゃったから、ほい、くる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 16の16、無駄にあがいてごちそうさまでした。また会いましょうね、さよなら、バイバイ。 Yes、 高岡クリニック。そう、ということで本日は私、愛の化身、そして恋のチューペット、ブルーホースがですね、初対面の人と、まあ初対面というか、まあ初めて会った時から恋愛を育っていくためのレクチャーをして差し上げようかなっていう、超余計なお世話をしようかなと思うんですけど、まあまずね、普通に考えてさ、初対面から、まあもちろんね、付き合う気がないなと、もう、一発見て、あ、こいつと付き合うことはないな、みたいな感じで、もうフィーリングがまずそもそも合いませんわ、お前なんかとは、貴様なんかとはっていうようなケースだったら、もう全然ね、ケチョンケチョンのボコボコのニュメニュメのムニュムニュに言ってってもいいのかなとは思うんですけど、もしそこから恋愛に発展していくであろうってことであれば、服装とか髪型っていうのは、お付き合いが始まって以降に、ちょっとずつ自分好みに褒めたたえながら、こう、切り替えていくっていうことが大事だったりするんですよ。だからね、例えば、結婚相談所とかのさ、なんかドキュメンタリー番組みたいなのがさ、こう、時々さ、テレビ番組とかさ、ウェブショップじゃないやな、特急カード、バキュームカード。バキュームカードってなんか良くないカードですけど、めちゃめちゃカードもらえるやん。羨ましい。はっ？ちょっと待って、待ってさ、こうさ、恋のチューペットが恋愛レクチャーしようと思ってる時にさ、あー、もうどうせあいつだろう。あ、で、多分くる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 なるよ。はー、珍しい。久々にミニボンビーだ。はー、よかったね。お小遣い、あ、でもやっぱりちょっと、奪う額がちょっと可愛くなくなっている。星取りそろそろなくなるかな。41マス制だったらロイヤル EX 分回した方がいいのかもしれないけどね。しかも5しか減らないんだったら、これだったらもうロイヤル EX 分回そうか。オッケー、じゃあ、ちゃか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 ちゃ。あ、マジか。ちゃ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 。どっちの方向に進んでいくのを近いとしてるんだろう。わかんないな。あー、なるほどね。あ、それで岐阜が買えるんだったら岐阜買いに行きましょう。オッケー。あー、やっぱあれだね。1年間で1回あたり手に入る額がでかくなってきたね。いや、もうそれはそんな話はいいですわ。でさ、例えば、そのお付き合いしていく上で、ちょっとずつ自分の好きな髪型にしてほしいなとか、自分の好きな服のスタイルにしてほしいなと。例えばじゃあ男目線で考えた時に、女の子がそのショートカットなのか、ロングヘアがいいのかと。じゃあロングの子だったら、なんか、髪短くしたところも見てみたいなとかっていうので、まあ、ちょっとずつ自分の好みっていうのをこう伝えていくとかね。うん。あ、そうなんだ。何々くんってショートカットも好きなのねとか、あるいはショートカットのが好きなのね。じゃあ、ちょっと試してみようかなみたいな、そういう風にこうやっていくとか。あー !1 割お前な、あー絶対ぶち殺す。こいつほんと人の金でしか生きていくことができない。でも、規制しすぎだろっていう話なんですよ。これ、でも13マスまでいけるんだったら、あ、ちょっと待って、あ、やっぱやめようと思ったのに、30程度だったらもう、ロイヤル EX 分回す方が良かったかなと思ったんだけど、しかもね、カードがさ、ほら、えぐー、6億。もうここまでして買う価値があるのかっていう話だよね。ちょっと待ってね、ウルリン。イライラや、特性で0円で、はい、取ってください。もうしゃあないな。
もう俺しか金に物言わせてさ、いろいろとやることができないんだからさ、さこれで、特急カードであと13マスとか15マスだったんだっけ、はい、やりましょうよ。はい、OK、1億9000万、2000億9900万。そうなんすよ。ね、だからそう付き合っていく中でその自分がこういう人が好きですっていう、でそれをあなたに求めてます。それは決して押し付けとかそういうクソしょうもない話とかじゃなくって、こういうあなたも見てみたいですと。2割うわー、マジでこいつぶちのめしたい。こいつ2ターンで俺から何本奪ったのよ。これ毎ターン続くの。はぁ、やってらんね、不公平だ。全部カードだ。ちょっと待って、どっちに近づくのがいいのか、これは。あれ、あ、下か。じゃあ下行きましょう。うわぁ。え？は？はぁ、マジかよ。ちょ、聞いてない聞いてない、嘘だろ。え、何減反制作って、初めて見たわ。何それ、もうセーフ。もうなんで俺ばっかりこんな目に遭うの。金持ちのことをさ、もうボコボコにしすぎだろうよ。もう本当に何偉そうにお前ごときが恋愛レクチャーなんかしてんじゃねえよっていうさ、なんかこう、もう本当に嫌だ、もう本当に嫌だ。なんで俺ばっかりこんな目に遭うの。あと何減そう。じゃあなんか極力独占してるところはやりたくないんすよ。ああ、もういや、もうこうなったらもう高岡大好きなんです。高岡ちゃんが大好きなんだけど、高岡ちゃんを手放すことにしましょう。チューリップ絵またいつか買ってあげるからバイバイ。はあ。お前、国の礎であってほしいって言うんだったら、国がどうせ管理してないから俺が金に物言わせて買ったのにさ、もう何なの、国とかも全くもって機能してないくせにさ、何偉そうにこういう時で金とかむしり取ってってくる。あ、もうほんと現実世界と変わんないね。ありえねえわ、ほら、金むしり取れないんかい。こいつ。はぁ、まっ、もう、まあいいや、いいや。やっぱり現金じゃろうな。はい、いいよ、1億程度だったらもうただのはした金ですよ。鼻くそをほじってる間に手に入る額だ。ああ絶好調なのに結局1と2しか出せねえディアンのクソしょうもねえ男だ本当に。特急カード使ってさ、4ってさ、もう雑魚だよ。ズルリンズルリン、はい、くれの、え、待って、な、今ぬるいって出てなかった、ただの悪口やん。よかったね、省エネが返、そっか、省エネだったからか。ちょっと待ってね。予期費があと何マス？予期費も8マス？マジか。じゃあ特急カード。デビルカードとか今来たら困るから、まあ、困るというか、まあ別にお払いがあるからいいんだけどさ。お払いですか？みかん畑と、かのや。ほう。カンパチ料。カンパチ料ちょっと興味あるの。カンパチ行きましょう。カンパチをコンパチしましょう。てそう、そういえば昔いたね、高校生だったか中学生だったか忘れたけどさ、なんかさ、自分が好きな男の子と付き合うことができた女の子でさ、すげえテンションが上がっててさ、おー、やった、ありがとう、30件目物件飛び収入、サンキュー、星飛びに変わる最強のカードですね。おっしゃい、オッケーオッケーオッケー。そう。でさ、はげん、お、お、いや、ごめん、俺もうすでに元気だから飛ばさなくていいんだけど、もうなんでこう何かのお話をしようと思ったりさ、気分よく人がやってる時にさ、1年以上おならが、え、プープーと同じとか、何じゃそれ、どういうこと、どういうこと、1年以上おならが止まらなくなりました。毎年どっか飛ばされるってこと。じゃあ毎年じゃね、毎月か。じゃあもうこのタイミングでゴールするしかねえべ。
あれまあ、でも、でもまた1億とか、2億9400万雷神も、もう雷神マジでもう人の金でしかもうなんか稼ぐことできてないじゃん。ああ、買え買え、もう金があるときにもっと買ってけ。俺だったら宮崎牛の方買うけどな。はっ。そう、特急で何したいのよ、あんたは。どうせまた小銭稼ぐんだろ？はい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 。どうせ無駄だって。これさ、どうなの？プープーされるとさ、プープーのタイミングでどっか飛ぶの？それとプー、ターンが終わったらプープーで飛ばされるのかな？先に、あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、スペシャルカードで、あと4マスですね。オッケー、4マスでいいです。ありがとう。うわ、汚ねえ。さつまい、え？そうだよお前がボンビーガン。あれお前も飛ぶんかい。飛行機のまま飛んでくるんか。近くにいたらって全然近くなかったっけな。あ、そういうことな。俺最強じゃん。じゃあ、え、自分じゃなくて相手を飛ばせるの。たまには恩恵受けられるんだね。嬉しい。ちょっと今涙出てきた。ガチで涙出てきた。ありがとう。もうなんかもうボコボコにしかされてなかったからさ、ありがとうございます。新幹線周遊来たー。神様、俺のことをちゃんと見てくださってるんですね。アーメン。あかー、めちゃめちゃと、おーおーおー、最後どんでございますよ。ブルー、おいおいどんば、おいどんも、いいと、なになに、お役に立ちとごわす、よろしくおたる。おいどんは誰かが次の目的いいことし続けます。ありがとうございます。いいことし続けてください。ということで全部買いましょう。明治維新館、マクロ豚しゃぶしゃぶとかめっちゃしゃぶしゃぶしたいわ。はい、ありがとう。1億6800万。もう俺のことをしゃぶしゃぶしてください。しゃぶしゃぶを食べながら俺のこともしゃぶしゃぶしてください。なんかあの昔マスクっていう映画であれだよね、あの骨の髄までしゃぶしゃぶしちゃうぜっていうなんかワンシーンがあったでしょ。わあ、これそうなったらどうだろう。物件取り周遊か星飛びを使い切ってしまうっていうのも手だな。うん、めちゃめちゃ行くやん。そして結局、そして、しかも25マス。あと、まあまあ、もうちょっとじゃん。意外とこう近づいてってるんだな。で、こいつも頑張るんだね。飛行機飛ぶのかな、こいつも。全然飛ぶ気ないわ。陸路で行くつもりや、こっから。あー、48マスか。バンビー、ウルリン、ウルリン。そうそう。あの、その、中学生の時だったから、大学生、高校生の時だったか忘れたけどさ、なんだ。そう、結局ね、あのね、じゃあ、あの好きすぎて、あの、無事付き合うことができた、その、女の子がさ、テンション上がりすぎて、そいつが好きなさ、音楽とかそういうのに、今回のおすすめの目的地はアカン。おう、ここ行きましょう。そう、なんかね、なんかさ、西郷どんの頭から煙がもわ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 出てるの、面白。オッケー、 すごいとこまでいった。オッケー、じゃあまとめがいい。乳牛牧場。そうでね、あの好きな、あのね、自らあのその相手が好きなニュークになります。オッケー。あれ、これって相手のちょっとこれ誰かが持ってる。お、ただで手に入れた、ただで手に入れた。おー、すげえ、めちゃくちゃいいじゃん、こいつ。さすがゴアス、大好き。ありがとう。もう、いいことしかしてないから、僕さ。お、しかもこれまたあかんから。え、目的地にたどり着いたらカードももらえるし、ゴールのお金ももらえるし、もういいことずくめじゃん。最高。ありがとう。マリモン、最高。さあ、今回のカードは銀河鉄道の杉の銀次と銀、あ、結局俺杉の銀次出なかったね。パトカード、星飛び。あー、リニアかなー。どうだろう。こいつがじわ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 来てるのがまたちょっと嫌なんだよね。やらしいんだよな。15か。うわー、残り15マスか。たどり着けないゴールではないんだよな。ここで追いどんはゴアスをちょっとね、手放すのは辛いところであるんだけどなー。そう。あ、そうそう。だから、その、もう話がむちゃくちゃなってる。もう俺、今もっと話しなくて。そう。あのね、相手が好きだって思っていることに自ら合わせていくっていうのはね、ちょっとね、なんかね、やらしいというか、なんかもうなんか逆に引くっていう感じだから、こうしてほしいなっていうことに対して
あの自分が努力をするっていう姿を見せるとかっていうのはすごく大事なことなのかもしれないけど、望んでもないね、あの好みを合わされるっていうのは、なんかすげえ相手が、あのおーおーおお、相手がすごいね、あの気を使う結果になるから、結局そいつ、すぐ別れた、そこは。うん。そういうことっすよ。ぜひ虚勢してください。虚勢しちゃダメです。僕はまだまだ性欲ムンムンでいきたいと思う。ハイファンチケン。今いる件から。いいですね。さよならですね。お戻りください。バイバイ。あれ？ちょっと待って。結局どのくらい？あ、50万。あ、じゃあ、ちょっとカードを使うのは今もったいないよな。そうだよね。じゃあ、ちょっとうろうろしよう。自分が今買える物件、アカンも全部買えるけど、よし、ちょっと待って、ここ大したカード売ってなかったよな。うわ、めちゃくちゃ高い。望みカードってそんな高かったっけ。はい、じゃあ、オッケー、買いましょう。うろろろろろろ。しかもさらに、おならが止まらない。近くにいるたら、あ、20バス以内にいたらなんだ。ビフォロって言うんだね。あ、ビッポロって言ってた、札幌の頃だから、ビフォロね。オッケー、よっしゃー。軍資券は不足？いくら必要じゃ？お、まさか、まさか、これは？いくらだ？いいですねー。一旦で10億、今使った金よりもさらにモリモリ。いやー、しかもここであんこジューシー五所川原あげたい。9200、いいですねー、たまらんですねー。いや、どうしよう、なんかいろんなところで物件を頑張って一生懸命買ってんだけどさ、なんか使い切れないくらいのお金がなんかあり余っちゃってるよねー。いやー、これ本当に、でもな、言うてまだ17年目なのよ。まだ半分にすらたどり着いて、4分の1にすらたどり着いてないから、この先一体何が起こるかっていうのが全然わからないんだよね。いやー、マジでこれ100年って辛いなまあ一年ごとにいろんな何かしらのさ、こう、イベントが起こってくれるから楽しいんだけど、絶好調くじし、なかなかいいカードですけどね。でも果たして、ねえ、何？でも今なら10回ってきそうです。あ、いいっすよ。はい、残念でした。とか、結局、え？は？あ、容器費が、のんびりするってことですね。あ、びっくりした。俺がのんびりさせられるのかと。あ、ワン。ぷ ?20 マス以内に誰もいないよね、残念ながらね。そうだね。1年間、あれ ?1 年間同じ、あれ？またお前かよー！マジかよ、ありえねえって、もう。何回寝させられるんだよ、もう。こうなったら、超つまんないんだって。はぁはぁ。あれ、陽気比さんもなんか、一旦お休みじゃなかった。もうさ、一旦にさ、一人しか動かないってさ、もう実況としてあるまじきっよ。あれ、もしかして初めてこいつがゴールする？もう初めてじゃないけどさ、久々になんかこう、誰かになすりつけられる状態になるんじゃないか？変えるんじゃない？うわー、なんかいろいろバラバラで買ってんな。わあ、こんなオーナーがバラバラになってる土地なんかも誰も働きたくないよね。もういろんなことありとあらゆる。ねえ、さあ何車両入れ替えるか。1かよ、運がいいなぁ。もう12億くらい払ってきゃいいのに。具志堅、あー、しょ。なんぼ ?100 億くらいか。9億、大阪よりもいいですねー。でも寝させられてんのよ。でも寝てんのよ。あなたも小休止ですか？小じゃないですね。ただの休止ですね。働く気ないんですか？もっと頑張りなさいよ。お金ないんだけどさ。あれ、これもしかして？もしかしてだけど、カードも取られて、ゴールもされて、あっかー！そんなんしたらあっかー！で、どうせ俺また次のターンも寝ててさ、4月くらいまでおねんねさせられてんだろ？マジかよ。こういう時にもうさ、ありえへんて、もう。27億。なんか西の予感ですよね、ですよね。ああ、俺が独占を失ったところでございますよ。でも頑張るんだ。まあ、ブロッソン少々は休ませたもんせ。あ、いいですよ、いいですよ。あ、自分の力で。はい、さらばでごわす。あ、そっか、たどり着いちゃったからか。出てるし、ゴールにはたどり着けねえし、最悪じゃねえか。しかもお前、しれっと独占しやがった。なんかじわじわ雷神社長がなんかあれだね、あのぐり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 来てますね。はい、どの社長、パトカードってなんだっけ。
はあ、非常につまんない。あれでパトカードって何だったっけ。あれか、スリの銀次が出てきた時にあれだ、捕まえるカードだ。で、二度とあの出てこない。あれ いなくなってるのにボイドン使わされてんだ、かわいそう。そっか、こっからあなたはじわじわ行くことしかできないのね。はい、しょぼいやつはもう決算前で最後、本当にこれつまんない、マジでつまんない。いや、これだったら赤字に、赤字ってか赤マス踏む方がまだマシよ。はい、ということで、ごめんなさい、もうなんかね、またこれかよっていう話なんだけどさ、微増だな、51億から59億か微増だな。はい、600億突破しました。ライジンが2位になってる、ついに楊貴妃落ちましたな、落ちましたな、調子に乗ってるからそういうことになるんですよ。はい、ということで今回はですね、またつまんない3ターンを過ごすことになりましたが、おそらく、年明けもですね、年明けで年度明けもですね、一旦お眠りしていることかと思いますが、それでも頑張ってっていうことでね、チャンネル登録グッドボタン押していただけたら幸いです。ではまた次回パートお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。